あなたのメンタルが今まで以上に強くなれば、ビジネスでの成功、今の職場での成功、それからプライベートでの成功も自然とやってきます。どうやってあなたのメンタルをより強くすればいいのか、それは今から紹介する5つの考え方を取り入れるだけです。この動画を最後までチェックして行動すればメンタルは強くなってます。1つ目が、今日もできなかったをやめましょう。これは今あなたが必要なことが明確になっているってことなんです。つまりいいことなんです。その明確になっていることをやりましょう。2つ目が、またサボってしまった。サボるってことはあなたに必要がないのか、それとも必要だけど逃げてるのか、どちらかでしかありません。今ここでやるのかやめるのか決めましょう。それがメンタルを強くします。3つ目が、ネガティブすぎる。ネガティブになることは悪いことではないんです。今葛藤としっかりと向き合って自分と自分と対話してるってことなんです。そのこと自体をポジティブに捉えましょう。4つ目が、疲れてしんどい。疲れてしんどいは全くマイナスではないんです。それだけあなたは今日一日やりきったということなんです。やりきった自分を評価してあげましょう。5つ目が、完璧を目指しすぎた。完璧を目指しすぎてなかなかうまくいかないことってあるかもしれないんですけど、それだけあなたは高みを目指す器を持っているってことなんです。そう思えている自分を大事にしてあげましょう。この5つの考え方を変えるだけで、あなたのメンタルは毎日毎日強化されていって、仕事もプライベートもあらゆる面がいい方向に流れていくでしょう。ぜひやってみてください。では。